城県の大洗町、ここに今注目を集める新名物が。大洗の新名物、その一つはガルパン。コウモ様、なんだかわかります？ガルパン、新種のパンか？違いますよ、大洗が舞台になっているアニメですよ。春のイベントは5万人を集客、ラッピング列車にレンタサイクル、町はガルパン尽くしになってるんですよ。こりゃすごいの。してもう一つは？その名もタイの梅つみれ鍋。大洗の春が感じられるこだわりのお鍋なんですよ。お鍋の特徴を教えてください。鍋の出汁はカツオ出汁で取ってまして、はい、つみれの方は大洗で取れたタイを使ってます。その中には大葉と梅を練り込んで作っています。出来上がりが楽しみじゃ。完成しました。わー、春野菜のいい香り。いただきます。春野菜も甘いし、梅の香りとタイの味がいいですね。これから大洗では常陸鍋シリーズと題して、季節限定のこだわり鍋が続々登場するんですよ、コウモ様。おお、ではまた夏味わいに来るか。大洗で旬の食材を堪能、常陸鍋シリーズ。食べられるお店の情報は観光茨城で検索。大洗町にぜひ味わいに来てください。